どうも皆さんこんばんは。今回もですね、前回の動画に引き続きミッション攻略のリクエストなんですけども、裏通り騒動の保証の取り方のコツを教えてくださいと、いうことでですね、今回はこちらをやっていきたいなと思います。はい、カルネージの裏通り騒動なんですけども、まあこれはですね、まあやっぱ一番早いのはまあ注射機銃ですよね。注射機銃レベル1、あ、ビッグミリタリーでも全然 OK ですね。まあ、ちょっと入手難易度ちょっと高いので、まあ、一番簡単に入手できて、まあ、使える武器ということで、まあ、注射機銃ですね。大体140個ぐらいやったと思うので、そんなに高くないと思うので、これをですね、装備してもらって、でもあとはもう適当にどんどん撃っていけばいけるかなと思うんですけど、まあこうこの周りにいっぱい出てきますので、これをこういう感じですね。こういう感じでこう、もうこれはですね、もうやってもらうだけですね。もうひたすらもうこれを、でまあ注射機銃は結構弾が高かったりするので、あんまり周りに人がいてない場合とかはちょっとまあ撃つのを控えてもらったりとか、まああと敵がですね弾薬を落とした時にはちゃんと拾ってもらったりとか、すればいいかなと思うんですけど、ああ今弾薬出ましたね。でまああと他はですね、まあちょっとスキルポイント、アサルトライフルのスキルポイント上げてもらったりとか、まあ何ですかね、そんなもんですかね、まあ、弾薬速度上げてもらったりで、あとはそのヘルスパックの自動回復はちょっとオンにしとかないと、注射機銃は飛び火がありますので、自分がどんどんダメージ受けていく武器なので、どうしてもその近い敵を撃ったりしてしまうと、この注射機銃はですね、これ何を言ってるのかほんまわからないですけどね、注射器というのは一体何なんかなと思うんですけど、緑の注射器と言いながら緑の毒ガスを売ってるんですかね、これは。やっぱり。まあこういう感じでやってもらえば、もうこれだけで、まあ結構時間は、そんなに余裕はないんですけど、やっぱ120体倒さないといけないので、まあそれなりにちょっと時間はかかるんですけど、まあ、注射機銃でいいかなと思います。では今回はこれで動画を終わりたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。